こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、服のプロが絶対に買わない服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。これまでですね、5年間にわたっていろんな動画を撮ってきましたが、このテーマは意外と話したことがないのかなと思うんですね。まあ、僕自身もですね、一視聴者として日頃からいろんな YouTube のチャンネルを見てるんですが、まあ、先日ですね、ある YouTube チャンネルの中でプロの栄養士が絶対に食べないもの5000という動画を見たんですね。まあ、そのジャンルのプロがあえて選ばないようにしてるものをですね、知ることで僕自身も結構学びがあったんですね。まあ、このような動画ってあらゆる専門家がやってるんですが、自分自身はあんまりやってこなかったかなと思うので、今回はですね、服のプロとして活動している僕自身がこういった服はなるべく買わないようにしてますよというところですね、皆さんにお伝えをしてみたいなと思っています。僕はですね、15年間にわたって個人向けのスタイリストとして活動をしてきました。その中で普段からですね、いろんなブランドのお洋服をですね、実際に手に取って皆さんにご紹介してるわけなんですね。そしてそれだけではなくて、最近はですね、このように YouTube チャンネルを運営していますので、日頃から通販サイトをチェックしたりだとか、 YouTube だとか Instagram だとか雑誌だとか、そういったところで情報収集をしながらですね、様々な服に触れてるわけなんですね。まあ、そういったプロとしての一面もあるんですけど、一個人としてもですね、やっぱり服が好きなんですね。いろんな服をこれまで買ってきました。おそらく一個人としてはなかなかですね、体験できないぐらいの量の服をですね、僕自身1年間でも買ってるかなと思いますし、その中でものすごい量の失敗もしてるわけなんですね。まあ、そのような経験をもとに、こういった服は僕は買わないというところで、結構独断と偏見もあるんですが、このあたりをしっかりと皆さんにですね、本音でお伝えできればなと思っています。こういったものはちょっと注意が必要だよというところもですね、知っていただくことで今後のお買い物のちょっとした参考になるかなと思うので、よかったら最後までお付き合いいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録やグッドボタンの方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。まず一つ目はブランドロゴがドーンと入ってる服ですね。これは最近はですね、なるべく買わないようにしています。ブランドのロゴってすごく主張が強いんですよね。なのでそれだけ魅力的に感じるし、このブランドの服だったら大丈夫だろうという安心感のもと、結構ですね、やらかしてきた経験があるからなんですね。まあ本当にブランドロゴのついてるものってたくさんあって、いわゆるこうラグジュアリーブランドみたいなものもありますよね。でファッションの流行っていうのは時代ごとにこう移り変わっていくんですが、最近ではクワイエットラグジュアリーという言葉があって、あえてブランドのロゴの主張を表に出さないようなブランドも増えてきてるんですね。僕はそのトレンドすごくいいなと思ってますし、ここ十数年はどちらかというとそちら寄りの考え方でいろんな服を選んできたんですね。まあ一方でそういったトレンドもあれば、ブランドロゴドーンみたいなものもですね、流行ることがあるんですね。その繰り返しなんですけども、僕はブランドのロゴの主張が強いほどちょっと着こなし難しいなと思いますし、判断が甘くなるので注意が必要かなと思います。といっても僕自身もいろいろと着てきたんですね。まあダウンのブランドでロゴがしっかりめに入っているものだとか、ポロシャツのブランドでドーンとロゴが入っているものだとか、やっぱり魅力を感じるんですよ。そのブランドを着ている高揚感だとか、そのロゴが持つパワーに頼ってしまうことは少なくないんですが、やっぱり自分の中ではその満足度って高いんですけども、第三者から見た時に悪目立ちに映ったりだとか、いやらしく映ることもあったりするので、なかなか難しいなと思うんですね。もちろんですね、スポーツブランドのロゴとかもいろいろとあると思うんですが、スポーツをする際にそういったブランドロゴが入ったものを着ることはあるんですが、私服に落とし込む時には意外とですね、ブランドロゴがあんまり目立たない方が僕は着やすいかなと思うんですね。人によってそのブランドがかっこいいと思う人もいれば、なんかいまいち垢抜けないよねと思ったりする方もいらっしゃるので、そのあたりはちょっと皆さんも注意深く見ていただくと、買い物失敗は防ぐことができるんじゃないのかなと思います。でちょっと話脱線するんですけども、よく好きなブランドは何ですかって聞かれることがあるんですね。そうすると、まあ、もちろん答えるんですけど、僕の中では好きなブランドってそんなにないんですね。ブランドで服を買ってるわけではなくて、たまたま選んだ服がそのブランドだったっていうことが多かったりして、でお気に入りのブランドというのはその打率が他のブランドよりもちょっと高いかなぐらいなもんなんですね。なのでブランドの安心感っていうのもあるかなと思うんですが、あくまで1点ずつのアイテムを見て、それが自分に合うかどうかという基準で選んだ方がいいかなと思うので、ブランドっていうのはある意味で頼りたいところもあるんですが、そこを度外視して1点ずつ丁寧に
に選んでいく方が僕は重要なのかなと思っています。とは言ってもブランドロゴが入った服を全く着ないのかというとそうではなくて、知名度はないんだけどもそのブランドの世界観が好きであれば買うことがあって、例えばですねフレッシュサービスというブランドがあるんですが、このあたりのシンプルな T シャツにちょっとしたロゴが覗くみたいなものって個人的に好きでよく買ったりするんですが、まあそういった第三者が見た時にどこのブランドかよくわからないんだけど通な人が見ると知ってる、これぐらいのものであれば結構バランスよく使えるかなと思うので、まあ、フレッシュサービスのロゴなんかは個人的には好きかなと思っています。ということで一つ目はですねブランドロゴの主張が強いもの、このあたりは個人的には次回の念も含めてなるべくですね丁寧に見ながら買っていきたいなと思っています。はい、続いて2点目はですね、安い服だとかコスパの良い服っていうのは個人的にはあんまり買うことが多くないかなと思っています。そういうとですね普段の動画の中で僕はですね様々なコスパの良いブランドをですね皆さんにご紹介してるかなと思うのでちょっとこう意見が違うかなと思うんですが、これはあくまで一消費者としてファッションをこじらせた人間の意見としてですね皆さんにお伝えをしておきたいなと思っています。まあ、僕自身はもうずっとファッションが好きでこれを仕事にしてしまうぐらいですねこのジャンルに没頭してる人間なので、服を買うときに安いからこれ買おうとかコスパがいいからこれを買おうっていう感覚があんまりないんですね。というのもやっぱり皆さんもそうだと思うんですが、自分にとって一番こう趣味と言えるジャンルというのはそんなにコスパっていうのは重視しないと思うんですね。それは今までにめちゃくちゃいろんな経験値を踏んでるからこそちょっと通なものが欲しかったりだとか自分なりの価値観で欲しいっていう感覚があるからこそ安いからとかコスパがいいからという理由では、まあ、皆さんも買わないかなと思うんですね。ですので僕自身はそういった価値観ではあまり服は選ばないようにしています。でもこれはあくまで服好きをこじらせた僕自身の意見であって、まあ一般的にはいろんな趣味がある中の一つとしてファッションを楽しんでる方が非常に多いと思うんですね。そういう場合は僕はですね予算も限られてると思うのでコストパフォーマンスめちゃくちゃ重要だと思います。まあ僕もですねファッションというジャンルにおいては安さだとかコスパの高さというところで服を選ぶことはそんなに多くはないんですが、もっと他のジャンルのものを買うときにはコスパ重視で選ぶことが少なくないんですね。それは自分の興味の深さによって変えるべきだなと思ってまして、本来ですね自分の大好きなジャンルにおいてはコスパってそんなに重要じゃないと思ってるんですね。コスパが悪くても買うというのが趣味の世界なので、このあたりはあくまで自分の満足度だとか納得感というところをですね重視しながら服を選ぶようにしてるんですね。ぜひこちらのチャンネル見ていただいている方も最初はですね様々なコスパのいい服だとかブランドを皆さんにご紹介していますが、一通りアイテムが揃ってくる段階って必ず来ると思うんですね。まあ、そういった時にちょっと次のステップにですね踏み出すと思うんですね。その際にはコスパを度外視して、まあ、これはなんかワクワクするなっていう服を1点2点でもいいので買い揃えてもらうとかなりですねファッションに対する考え方だとか満足度の深さというのが変わってくるんじゃないのかなと思います。ということで2つ目はコスパの良い服だとか安い服という基準だけではあまり買わないというところでした。はい、続いて3点目はですねベラボーに高い服も買わないというところなんですね。まあ2つ目の安い服は買わないという考え方ともう対極にあるようなところかなと思うんですが、高すぎる服っていうのもですねこれまで僕自身も色々と買ってきたんですね。まあ1つ目の項目でできたラグジュアリーブランドだとかロゴの主張があったりだとかすごくこだわってるんだけども、まあラグジュアリーなブランドの価値を売っているブランドってあるかなと思うんですね。やっぱ憧れがありますし、まあ買った時の高揚感みたいなものが得られるので、まあ今まで買ってきましたが、いろんなものを買った結果ですね高すぎる服っていうのは意外とですね着づらいっていうことが分かったんですね。それどういう意味かというと高いので気を使うんですよね。気軽に着づらいっていうところで日常生活に支障が出るというところと、あとはデザイン的にも結構エッジが効いてたりすることがあるので数年経ったら古臭くなってしまうということもあるんですね。まあどんなにいいブランドであっても何年か経てばそれなりに着用感が出てきたりだとか時代のですね感覚とずれてきたりするんですね。そうなると、まあ、何十年も着ることはさすがにできないので、あまりに高い服を買いすぎても自分のライフスタイルだとか身の丈に合ってなくて使いこなせないっていうことが少なくないので、僕はそういったものは昔の方がよく買っていて今は買うことは少なくなったかなと思ってるんですね。そして、まあ、僕自身も服を作ったりするので服作りにおける原価とかそのあたりも、まあ、なんとなく想定がつくんですね。まあ、それらが理解した上でブランドものの服の値段とかを見るとなかなかいい感じだな
と思うわけですね。まあ、あくまで服の原価とかそういったものを度外視したブランドの世界観というところとか体験だとか感動みたいなものがそこにですねオンされてるわけなんですけども、そこに対して僕自身は結構冷静に見ていて、まあそこまでして買うことはないかなとか、自分のライフスタイルで考えるとそこまで高級感のあるものを着るようなシチュエーションも多くないし、なんか浮いちゃうなっていう感じがするので、かえってですねそのあたりの幻想みたいなところは僕の中では一段落していて、あまり買わなくなったんですね。それよりも自分が着ていて心地がいいものですね。価格帯はいつもの服よりもちょっと高いんだけども、素材感がこだわっていて、デザインもベーシックな服よりもちょっと癖があるんだけども、かといって目立ちすぎない感じですね。そのあたりぐらいの方が心地よく気軽に着やすいんですね。でそういった服はもうベラボーに高いというわけではなくて、頑張ればなんとか手が届くかなぐらいのもので、まあ流行の流れで3年4年ぐらいしたらちょっと着れなくなっちゃったかなっていうのもあるかなと思うんですけども、まあある程度納得感があるぐらいの、それぐらいの価格帯までに抑えておく方が僕の中では結構バランスがいいかなというところで今は落ち着いてるんですね。なので身の丈に合わないようなブランドのものの服だとか、プレネになってるアイテムとかですね、これも結構注意が必要かなと思ってるんですね。例えばスニーカーであったりだとか、まあアイテムであってもどこどこのブランドでかなり少数の数しかないからすごく高値になってしまっている、そういったものってやっぱりコレクション魂を刺激されたりするので欲しくなっちゃうんですよね。でもそういったものも散々買ってきましたが、やっぱり買った時の高揚感っていうのはあるんだけども、まあそういった流行っていうのも移り変わっていくので、ずっとそれが自分の中でテンション高く持ち続けられるかというとそんなこともなかったりするので、ある種の瞬間的な熱狂だったりすることも多いので、まあ極端なプレネのついたものとかもなるべく買わないようにしてるんですね。なので安すぎる服っていうのも買わないんだけども、自分の範疇を超えたような高すぎる服っていうのも意外と使いづらいかなと思うので、このようなものはですね、まあ皆さんも含めてあまり無理せずにですね買うのがいいんじゃないのかなと個人的には考えています。はい、続いて4点目はセールだとかアウトレットの服ですね。これもですねなるべく買わないようにしています。というのもこれは今まで散々買ってきたからこそ言える部分かなと思うんですね。まあ、僕もバーゲンセールだとか福袋だとかそういったものが大好きで、本当に今まで散々買ってきて失敗を繰り返してきました。値段が安いっていうのはやっぱり買い物をする上ですごく魅力を感じるんですね。だからこそ判断がちょっと鈍ってしまったりだとか、長い目線で見たら安くて良かったんだけども、そこまで気に入っていなくてそんなに着なかったっていうものも少なくなかったんですね。でバーゲンセールってそもそもですね、まあ、ある程度たくさん作ったものが在庫残ってしまったりだとか、まあ、エッジが強くてなかなか理解されなくて残ってしまったりだとか、基本的には本当に人気の商品っていうのはあまりバーゲンセールまで残らないことが少なくないんですね。まあ、アウトレットもしっかりで、まあ、もちろんその中にも掘り出し物とかもあったりするので、そういったものを丁寧に掘り起こして開拓していく楽しさっていうのもあるかもしれないんですが、まあ、なかなかそれはクロート的な感覚で難しさはあるんじゃないのかなと思っています。まあ、僕自身もアウトレットも好きで、まあ、たまに行くんですが、まあ、ここ数年はですねほとんど買い物することはないですね。まあ、あくまで体験としてアウトレットをですね一日楽しんで、まあ、それで良かったなっていう感覚で収穫はないことも少なくないんですね。まあ、それぐらい服が好きになってくると自分の中のこだわりだとか感動するレベルの服っていうのの基準が高くなってるので、そういったものがセールの中だとかアウトレットで見つかるってことがかなり減ってくるんですね。なのでそのあたりはあえて買わないようにしています。まあ、あとはですねこれ人によってだいぶ変わるかなと思うんですが、安い服を見つけて買う喜びってあるじゃないですか。この定価のものがこんな安く買えたっていうところにすごく満足感が上がるという方もいらっしゃるかなと思うんですが、僕の場合はむしろですね定価でちょっと頑張って買った服の方が愛着が湧きやすいんですよね。ちょっとこれ高かったけどもどうしても欲しかったから買ったんだよねっていう服の方が結果的に長く使うことが多いので、セールで買ったものよりも定価で頑張って奮発したものの方が気分が上がったりするので、そういった買い物の方が個人的には重視するようにしてるんですね。これは結構人それぞれかもしれないですし、お住まいの地域の特性もあるのかなと思ってるんですが、僕はですねそういった気分っていうのをすごく大事にしていて、定価でも自信持って買えるような服というところにですねフォーカスしながら服を選ぶようにしてるので、まあそういった感覚もですね頭の片隅に置いとくとセールが必ず得とは限らないよというところも含めて理解ができるかなと思うので、よかったら覚えておいていただければなと思っています。続いてラスト5点目はですねアイテムの個性が強すぎる服ですね。このあたりも最近はですねあえて買わないようにしています。これは具体例があった方が分かりやすいかなということで、ちょっと私物のスニーカーを持ってきました。スニーカーってやっぱりですねものすごい熱狂のあるですね一つのジャンルかなと思うんですね。僕も中学生の頃からスニーカーにどっぷりとハマり込んで様々なブランドのスニーカーを買いました。で結構スニーカー好きの方に多いのがスニーカーというアイテムの中での個性ですね。このあたりを
重視して選ぶことも多いんですね。まあ、デザインがエッジが効いていてかっこいいだとか、この配色はちょっと珍しいだとか、そういったアイテムの個性で選ぶことが少なくないかなと思うんですが、僕のスニーカーって基本的にはですね、地味なものが多いんですね。パッと見だと、まあ、ニューバランスのこちらは992というモデルではあるんですが、まあ、パッと見は地味でおじさんが履いてそうなスニーカーにも見えるかなと思うんですね。だけどもコーディネートの中に実際に取り入れた時にバランスが取りやすかったりだとか、細かなポイントではあるんですが、デザインの細かなバランスだとか素材使いだとかが上品だったりするとか、そういったポイントで買った方が使いやすいんですね。だけどもスニーカーの個性が強すぎるとファッションの中で浮いてしまうことも少なくないんですね。あとは T シャツもそうなんですが、ちょっと派手なものだとか、まあアイテム自体の魅力はすごくあるんだけども、それをですね実際に着るとなった時にちょっと想像がつきにくいとか、なかなか着るシチュエーションが思い浮かばないようなものっていうのはなるべく買わないようにしています。というのもこれも散々経験してきたからなんですね。アイテムの個性で選ぶ、これ可愛い、これめちゃくちゃエッジ効いててかっこいいって思って買うんだけども、いざ使おうと思うとこれどこ着ていこうかなとか、これ着ちゃうとまたあれ着てるなって思われちゃうなとか、まあ、そういったところが気になって、どうしてもですね活用機会が多くなくなってしまうんですね。ですので買い物をするときにもアイテムの個性にあまりフォーカスをしすぎずに、実際に使いやすいだとか、こういったシチュエーションでガンガン使えるなだとか、そういった全身をイメージして調和が取れるようなものですね、あえて買うようにしてるんですね。そうすることで結構ですね買い物の失敗が減ったのと、あとは1個買ったら結構それなりに長く使えるようになったかなと思っています。例えばですねこちらにジャーマントレーナー持ってきました。僕はジャーマントレーナー大好きでいろんなものを買ってますが、その中でも一番長く使っているのがこれがメゾンマルジェラのですねジャーマントレーナーなんですね。もう5年ぐらい使っていてくたびれ感が出てるんですが、ヴィンテージ感というかくたっとした感じも含めて捨てられないような一足になってるんですね。まあ、デザインがプレーンなので結構息長く使うことができるんですね。ただこれも危険で、まあ、マルジェラのスニーカーというのを分かってるのは僕だけなので、旗から見たらただの小汚いスニーカーに映る可能性があるので、まあ、そういった路線というのは見極めてですね手放す時には思い切って手放す必要があるかなと思うんですが、まあ、こういったパッと見はそんなに派手さはないけどもそれなりに長く使えるというものの方が投資価値はあるかなと思いますし、それだけ定価からですね使った回数で割った時の1回あたりの費用っていうのはそこまで高くならないのかなと思っています。なのでインパクト重視で選ばないというとこですね、これも結構重要な要素かなと思うので、よかったら頭の片隅に置いていただければなと思っています。いやー、いかがでしたでしょうか。皆さん、今回の動画では服のプロが絶対に買わない服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあ、いつも僕がお伝えしている内容とはちょっと離れてですね、一ファッションをこじらせた人間のですね失敗をもとに、このあたりは買わないようにしてるよというところですね、今回まとめてみました。普段の買い物の上で参考になる点もですね1個か2個ぐらいはあるかなと思うので、よかったらですね参考にしていただければなと思っています。どの項目に関しても全部通ってきた道なんですね。ブランドロゴがでかい服も着ましたし、身の丈に合わない高い服も買いましたし、コスパだけで服を選んでた時もありました。セールで買ったけども全然買わなかったっていう経験も散々してるし、アイテムの個性を重視して買ってなんかうまくいかなかったなっていう機会もあったんですね。まあそういった失敗っていうのも決して悪くはないんですが、まあ僕たち大人世代っていうのは時間のリソースも限られてるし、予算もある程度限られてると思うんですね。今からめちゃくちゃいっぱい失敗をするっていうのもなかなか厳しいかなと思うので、まあ僕自身の失敗をですね皆さんも前もって頭の片隅に置きながら、今後の買い物に活かしていただけたら個人的には嬉しいかなと思っています。これからもですねこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本なるべく分かりやすく解説をしていきたいなと思っています。ただ普段の動画の中ではなかなかお伝えできないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっと通向けの専門ブランドに関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方でお話をしていますので、気になる方はですねぜひ概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかですねゆっくりと動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースで、だいたいですね2分ぐらいで読めるような記事をですねほぼ毎日投稿しています。僕自身も記事を書いていますし、僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになっていますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。